モナコグランプリ、いよいよスタートです。さあレッドシグナル、そしてグリーンシグナル、一斉にスタートを切りました。各マシンが勢いよく飛び出していく。果たして第1コーナーは一体誰が取るんでしょうか。まずは第1コーナー、ミハイル・シューマッハが制しました。現在のレースのオーダーはミハイル・シューマッハ、デーモン・ヒル、デビッド・クルサードという順になっています。各マシン一斉にスタートいたしました。オープニングラップ、およそ1周 3.328km のコースの道のりをドライバーたちがチェッカー目指して熱いバトルを繰り広げていっています。よし、歴史あるここモンテカルロで一体どんなレース展開が目の前に広がっていくんでしょうか。今宮さん、ここモナコグランプリでの見どころはどういったところでしょうか。ここモンテカルロは非常にタイトなコースですから、土作業でのタイムがまず重要となるでしょう。さらに抜きどころのないサーキットですからポジション争いのバトルもかなり熾烈したものとなると思いますよ。そうですか。まもなくモナコグランプリ2周目に突入しようとしています。ここは伝統と格式あるモナコモンテカルロ、他のモナコマイスターと呼ばれるドライバーたちを生み出してきたところです。 F1 唯一の市街地コース、かつて様々な名シーン名バトルが生み出されたここで、また一人のドライバーが歴史に名を刻み込むわけです。果たして今回はどういった名レースがここモナコで生み出されるんでしょうか。今回のレース、オープニングラップはミハイル・シューマッハが制しました。今宮さん、今年のマクラーレンのマシンなんですが、昨年と変わった点というのはどういうところでしょうか。はい、入社式の MP410、 注目するポイントとしてはエンジンカバーの上にユニークなセンターウィング、ダウンフォース確保の対策をしています。そしてもう1点、それはエンジンですけれども、昨年のプジョーから新しいパートナーとしてメルセデス・ベンツを選んで臨んでいます。新生マクラーレン・メルセデスチーム、どんなレースをするのか楽しみです。今宮さん、ここはドライバーにとってかなり集中力を要求されるところじゃないですか。そうだね、はい、モナコは様々な複雑なファクターを秘めた難しいレイアウトですね。低速コーナーの続くストリートサーキットですから、うまくギアを使い分けてクリアしていかないといけないわけです。そして抜きどころのない難しいコースですから、他のコースよりも、ここのストレートエンドで、おっとハキネンだミカハキネンがクラッシュしています。しかしどうやらコースへは戻れそうです。大丈夫です、大丈夫です。と思いましたけれども、ミカハキネンのクラッシュ、ハキネンの走行を見ていたんですが、ちょっとラインから外れていた感じしました。ハキネンに思わぬアクシデントが発生してしまいました。ただいまレース前半、ポイント圏外を走行していますミカハキネン。ここはどうなんでしょうか。まだ調子が乗らないといったところなんでしょうか。マクラーレンのファーストドライバーミカ・ハッキネン、前半から中盤にかけて一体どういったドライビングを展開していくのか。現在のレースのオーダーはミハイル・シューマッハ、デーモン・ヒル、デビッド・クルサードという順になっています。よしよしよし、悪くない、悪くないぞ。今宮さん、今年のウィリアムズなんですが、昨年と変わった点というのはどういうところでしょう。はい、FW17 車種ですけれども、注目する点としてはベネトンと同じハイノーズ方式を採用したことですね。そしてエンジンは昨年と同じルノー V10、 確実に改良の進んだマシンで今年レースに臨んでいます。ウィリアムズ・ルノーコンビは今年の健在といったところです。よしよし、パッケージングの良さがこのレースでうまく発揮されますか。ウィリアムズチーム、1台スローダウンしているマシンがいます。これはパシフィックのベルトラン・ガショーです。ガショーのマシンがスローダウン、カジノコーナー前です。パシフィックも今年で2年目、飛躍の年といったところなんですが、よし、4年のリタイアです。ああダメだ。岩宮さん、今年のベネトンマシンなんですが、昨年と変わったところはどういうところでしょう。はい、まずエンジンがフォードからウィリアムズと同じルノー V10 に変更になりました。そしてシャシーは昨年のものに改良を加えて、ピット入ってるね、万全の体制でレースに臨んでいるというところですね。ベネトン B195 ルノーエンジンを手に入れての今年のグランプリ、パッケージングの良さが今回のレースでうまく発揮されるんでしょうか。ただいまレースは中盤を迎えています。差を詰められない。今宮さん、今年注目のエンジン仕様なんですが、モンテカルロでのマクラーレンの状況というのはどうなんでしょう。まあ、ここでのマクラーレンとメルセデスは初めてのコンビになるわけですけれども、過去メルセデスに関してはザウバーと共に F1 をずっと展開しているわけですね。つまりゼロスタートではないわけです。あとはどういうふうに両者が初コンビ1年目を展開しているか、ちょっとオイルの量が多すぎたな。そこにかかっています。この市街地コースでメルセデスエンジンがどこまでものを言うんでしょうか。ミカ・ハッキネンといえば、昨年若干25歳でマクラーレンチームのファーストドライバーとして1年間フル参戦したわけですよね。
マクラーレンも彼の本当の実力を十分に理解してきていますね。チームとしても彼への期待がかなり大きい状況ではないでしょうか。ミカ・ハッキネン、今年のマクラーレンをいい結果へ導くことができるんでしょうか。今宮さん、ミカ・ハッキネンは昨年のレギュラーの座からマクラーレンチームの体制の中でしっかりとレースを結果に結びつけるように頑張ってますよね。昨年の F1 シリーズ4位という結果残しているわけですが、今年はさらにエースハッキネンの走りに拍車がかかってですね、いい結果期待できるんじゃないでしょうか。ここはミカ・ハッキネン、よしよし、タイヤも持つからね、ワンストップでいけるね。現在レース中盤、先頭を走っていますミカ・ハッキネン、これは本領発揮といったところでしょう。このミカ・ハッキネンの走り、今宮さん、これは本物の走りといった感じが伝わってきますが、今のミカの走りに十分な実力を、タイヤが耐えてきた。この調子でいけば結果においても彼の力が証明されるのではないでしょうか。チームにとってもこれは終盤にかけてのレース展開が楽しみといったところでしょう。今宮さん、昨年雨強はオーバーヒートという結果だったんですが、今年はマシンもトラブルなく雨強が調子よく頑張ってますね。そうですね、中間チームのピレル、ライバルには負けていられませんからね。雨強もグランプリでさらなる評価が大いに期待されているところです。昨年上位チームのドライバーに全く引けを取らない走りをしていましたから、もっと大きくなってほしいですね。そうですね、いい走りでファンを魅了してもらいたいものです。片山右京のドライビングですが、まあ、レース経験は十分あるわけですからね。まあ、F1 に来る前、全日本の F3000 でチャンピオンを取ってきた片山です。おっと、これはジョーダンのマシン、これはアーバインですね、エディ・アーバインです。トンネル明け、ヌーベル試験員のスピン、ちょっと非常に滑りやすいところでのアクシデント、しかし大きなアクシデントにはつながらなかったようです。今宮さん、今年は昨年の出来事があってからパワーダウンに持っていく改定案が打ち出されてますよね。以前から検討はされていたんですけれども、昨年の途中3リッター化が決定したわけです。そして今年は 500cc ダウンのエンジンになりました。さらに高速サーキットも安全対策のために一部改修が行われました。こういった状況の中でチームがどうやってマシンを進化させていくか、非常に興味深いところですね。そうですね、回転をしてもスピードを得るためにマシンとチームは進化を遂げるわけですが、この先の動向が気になります。おっとっと、いよいよレースも終盤に差し掛かってきました。現在のレースのオーダーはミカ・ハッキネン、ミハエル・シューマッハ、デーモン・ヒルという順になっています。今宮さん、昨年のハッキネンはここでは全く最悪な結果でしたよね。そうですね、オープニングラップ第1コーナーのサンデボ手前でヒルと接触、そこでリタイアしてしまったわけです。これはピット入ろう、攻め込んで最後まで戦い抜きたいでしょう。昨年は結果が出せていないだけに、ここでのレースはかなり慎重になっていることでしょう、うん、今宮さん、今年のマクラーレンはドライバーそしてエンジンと勝てる要素を高めてのレース展開。三宅さん。はい、河合さん。マクラーレンチーム、ミカ・ハッキネンピットインです。ハッキネンピットインですね、わかりました。おっと、これ早いですよ。なかなかいいタイムですね。マクラーレン、ミカ・ハッキネン、レースへ復帰しております。現在の時点で、いやー、でもポジションは結構落としたな。ここはかつて大物と謳われた走りで順位を変えたいところ。チームの期待にミカ・ハッキネン応えることができますか。レース終盤、ポイント圏外を走っているミカ・ハッキネン、チーム側もレース前に全く予想していなかった順位なのではないでしょうか。レースも残り周回数がわずかなだけに、ここは確実にラップをクリアするのみといった状況でしょう。今宮さん、今年はチーム内の体制もかなり変わって再起にかけるといった流れが見受けられると思うんですが、ここパスしたいな。体制に関してはチーム監督のジャントッドが中心のまま、適材適所主義のスタッフ起用策を取っています。ジャントッド体制もようやくフル回転しているわけですね。そのジャントッド、今回のグランプリでどういった手腕を発揮するんでしょうか。うわっ、今年は今宮さん、大きなレギュレーション変更がありましたが、はい、特にマシンにとっての心臓部分、エンジンが排気量 3000cc に減らされましたよね。そして空力パッケージのダウンフォース規制が挙げられます。とにかくスピードを少しでも抑えるための変更点なんですけれども、あとスピンだ、アローズ、これは井上高千穂、高千穂がスピン。伝統あるモナコ、まだ経験不足といったところなんでしょうか。ミラボーコーナーのところでマシンをスピンさせてしまいました。さあ、最後の周回を迎えようとしていますモナコグランプリ、残すところわずか1周、最終ラップに突入いたしました。
ただいまカーナンバー2番ジョニー・ハーバートがファイナルラップに入りました。ハーバートか。やはりベネトンチーム、ここはシナリオ通りといったところでしょうか。あとはもうフィニッシュに向かうのみです。今年ベネトンからのフル参戦、見事なレース展開で先頭を走っていますジョニー・ハーバート、チェッカーフラッグを目指しています。さあ勝利が目前に迫っていますジョニー・ハーバート、まもなくゴールの瞬間が訪れようとしています。ゴールが目前に迫ってきています。カーナンバー8番ミカ・ハッキネン、ポイント圏内は確保したといったところでしょう。実力でいけばまだまだ上位に食い込めるハッキネンといったところですが、現在この2台パスできれば完走を目指して走行しています。そうだね、マクラーレンチームもフィンランドの天才ドライバーミカ・ハッキネンに大きな期待を寄せていることでしょう。それに応えるがごとく最後の最後まで自身の走りを発揮して走っています。さあフィニッシュが目前に迫っています。ミカ・ハッキネン、まもなくゴールの瞬間が訪れようとしています。いけるか。いよいよグランプリもフィニッシュまで残りわずかといったところです。あーと一周欲しかった、もしくはゼロストップでいけばいけたな。残念。